特急七形式が集合します E261 系サフィール踊り子号東京・新宿・伊豆急下田駅間の特急サフィール踊り子号として運用されている一番新しい特急電車です E259 系成田エクスプレス号主に東京・新宿・大船と成田空港を結ぶ特急列車です E257 系2000番台、主に踊り子号や一部の臨時特急電車で使用されております。255系、特急潮騒やさざ波、若潮、暴走特急として活躍しております。253系、特急日光、特急絹川として JR 線から東武鉄道に直通する特急電車で、 運転されています1%パー合計すでに踊り子号からは引退しておりますが東海道線の特急や湘南ライナーとして活躍しておりました。 そして651系 JR になっての初めての特急型車両で常磐線の特急フレッシュ日立やスーパー日立号、その後は高崎線に転属し特急草津やスワロー赤城などで活躍しましたが2023年3月のダイヤ改正で引退となっております。これら7形式の特急電車が並ぶことは本来営業運転では絶対にありえません。 今回それが実現することになります。詳しく見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。はい。では詳しく見ていきたいと思います。JR 東日本2023年9月14日。 大宮支社からプレスリリースされたニュースになります。特急型車両大集合特急型車両を7形式展示した撮影会を開催します。JR 東日本大宮支社では首都圏エリアで活躍している特急型車両を中心とした7形式を展示した撮影会を東大宮捜査場駅構内で開催します。 撮影開発登場のサフィール踊り子として運転している E261 系をはじめ、現役で活躍している E259 系、E257 系、255系、253系のほか、定期運用から引退した651系と1%五系も活躍集結いたします。普段は、 集結することのない特急型車両たちの姿をカメラに収められる大変貴重な撮影会です。ぜひこの機会に一日限定で集結する特急型車両たちに会いに来てお楽しみください。集まれ特急列車大集合かっこサフィール踊り子もいるよ。ということでえ商品概要。開催日時は平日です。 2023年10月11日水曜日10時30分から13時15分です。会場は JR 東日本の東大宮捜査場駅構内で、埼玉県大宮市北区ですこちらのトロ駅の西口から徒歩約20分のところにあります。 車両は E261 系、E259 系、E257 系、255系、253系、651系、1% 5系、各1編成展示した撮影会になりまして、E257 系と253系と1% 5系は全面表示を切り替えて表示いたします。E259 系はデザイン変更前の車両を展示します。E257 系は2000番台の車両を 展示します。踊り子ですね。展示車両の並び方等の詳細につきましては、JRE モール大宮支社ショップの商品ページをご確認ください。すごいですね。気になる価格ですが、お一人様3万5千円です。対象年齢は18歳以上。募集人数は80名様です。 販売開始は2023年9月22日金曜日の10時から店員になり次第終了となります。JRE モール、大宮車ショップにて販売、JRE モールの会員登録が必要となります。その他注意事項としましては、天気が荒れてしまった場合や自然災害、大規模輸送障害、または使用する車両にトラブル等が発生した場合は、中止や 内容に変更が生じる場合があります。足元の悪い箇所が多数ありますので、履き慣れた靴でご参加いただき、ヒールやスカート等の服装はお控えください。三脚は使用いただけますが、脚立の使用は禁止といたします。会場には駐車場や駐輪場はありませんので、ぜひ JR 東日本をご利用ください。まあ、公共交通機関をご利用ください。 ということで、JR 宇都宮線のご利用をお願いいたします。ということです。3万5千円。結構な金額ですね。でも多分この並びは、もう、651系が本当に廃車になっちゃうんで、この並びはもう多分一回限りなんじゃないかなと思います。 えー、この動画役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッツ、フォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップやってますので、ぜひご検討ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回,次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。